日南市の風田地区に江戸時代から伝わる伝統行事風田盆踊りが8月14日に行われました。風田盆踊りは初盆を迎えた家庭を一軒ずつ回って家の庭などで優雅な踊りを披露して亡くなった人の霊を慰めます。編笠姿になった踊り手は風田区内の住民で組織される風田盆踊り保存会と子どもの踊り手およそ30人で9軒の家で踊ります。この踊りは太平洋戦争で一時途絶えた後1988年に地元の人たちが保存会を作って復活させたそうです。芸隊は同じ伊東藩の帯に伝承され太平踊りと類似しているのが特徴です。本当にお父さんがもう今踊ってるところを見て喜んでると思いますので地域の人に感謝していると思います。はい、亡くなった人たちの家族が少しでも気が楽になれるように頑張って踊りました。かつては櫓を囲んで盆の15日には盆踊り、16日には鐘楼送りとしての踊り納めも行われていましたが、今では東郷くすのき祭りで地区の盆踊りが行われています。やはりお盆というのは初盆を迎えると必ず皆さん寂しいと思うんですよね。まあ、こういうふうにしてにぎやかく初盆を迎えてもらう、これが一番いいことじゃなかろうかということで階段 の風習というのがずっと続くように私は祈っております。